この派一刀流は室町期伊藤一刀斎景久により創始された一刀流の中でも古藤田派を除く全ての諸派一刀流の源流であり、一刀斎から御子神天前改め小野次郎右衛門忠明に伝えられ、さらに忠常に継承された流儀である。将軍家剣術指南役を幕末の小野成雄まで務めた。第一会場、武装神殿流居合術のご演武でございました。続きまして武装神殿居合重心流詰め合いのご演武でございます。欧州の首都林崎仁助重信は明神に参籠し、無双に神より教えを伝えられ、抜き打ちの一刀をもって勝ちを得る刀法を確立しました。民谷平兵衛、長野村草を経て九代目
林六太夫森政より土佐藩のご流儀となりました。重心流詰め合いは仕方相方相対して詰め合い抜き打ちに切り合い勝負を決する形合いでございます。
第二会場、小野派一刀流剣術の